はい、漫画マンです。今回紹介する漫画はマイホームヒーロー、原作山川直樹先生、作画浅木正樹先生の作品です。連載期間は2017年から24年、週刊ヤングマガジンで連載されていたようです。この後を語っていきますが、コメントは私のトーク内容と関係なくてもいいので、あなたの作品への思いなども書き込んでください。ではいきます。マイホームヒーローは家族のために命を懸けてハングレラと戦う話。全26巻、マガポケというアプリで全話無料で読めます。漫画を星の数ほど読んできた私が言います、大傑作です。内容の完成度が高く、作画もうまいし作品に合ってます。なのでこれを見るのをやめて漫画を見れば OK です。はい、では独り言として語っていきます。ちなみに完結後にもう一度初めから最後まで読み直しました。さて、まず3部構成なんですが、17巻、2部までで読むのをやめてもいいかもしれません。なぜなら3部は漫画デスノートにおけるエルとの決着以降みたいな感じだからです。はい、全体としては緻密で、特に殺人を犯さざるを得ない導入がうまく描かれています。まず間違いなく、とある男を殺さなければ娘が殺される状況なんです。警察もすぐには動かなそうだし、ちょっと痛みつけたらなんとかなりそうでもなく、何もせず娘が殺されるか人を殺すかの二択です。この辺は殺さなくてもなんとかなったのではという描き方の方がより深みも出た気もしますが、読者に感情移入させるためにはこの形で正解でしょう。まあこの状況なら男を殺しにかかる選択しかほとんどの人は選ばないと思います。黙って娘が殺されるのを待つ親はいないでしょう。人物について、主人公の鉄夫は40代サラリーマンの冴えない普通のおじさんと見せかけて犯罪推理小説を書いているからか、地頭の良さなのか、機転が利き、ピンチをギリギリで乗り越えていきます。その妻も普通の主婦のようでいて超人的なんです。で、娘の麗華だけが物語を展開させるための装置のようですが、ここは3部まで読むと圧倒的成長と感動があります。ある意味鉄夫は覚悟を決めてからはほぼ一貫していて、スキルは上がっていったりはあるにしても成長って感じではないんですが、麗華や敵対したり協力共闘したりする半グレの恭一などは変化成長していて、最後まで読んでいくと感じるものがあるんですよね。各部について、一部は娘の麗華の恋人だった半グレの信人とその父親らとの生死をかけた戦い、長さは単行本6巻分ぐらい、1巻表紙の場面が描かれる終盤には感情があふれました。2部は妻の実家の宗教施設で半グレの実行部隊のリーダーのような久保との戦い、長さは単行本10巻分くらい、はじめに久保との直接対決の場面が少し描かれ、その後そこまでの流れが描かれるという形です。2部の初めの方は麗華がモテまくるというコミカルな展開に一部で終わっていればと思いましたが、最後まで読んでみれば鉄夫と河川夫婦の過去編が物語に厚みを与え、メインでない人物の掘り下げ描写も説得力があり、三つどもえの目が離せない戦いもすごいですし、敵として久保の魅力も爆発し大傑作となりました。飽きさせない展開と漫画として視覚的にも楽しい道具だったり場所だったり、非常にクオリティが高いです。3部は単体では微妙です。でも麗華の成長は見ものですし、物語を終わらせるためには必要なパートですね。丁寧に鉄夫の苦悩も描いています。そして家族の安全のため、久保とその雇い主的な親玉の志野を明確な殺意を持って殺しにかかります。2週目であってもテンポ感やドラマチック感が2部よりないですが、週1で読んでない分モヤモヤすることも少なく、それなりに楽しめました。ということで、アニメドラマ版だけ見て原作漫画を読んでいない人に、サイコメトラ、エイジ、シュパトラなど浅木先生の作画が好きな人に、全ての漫画好きにおすすめです。終わり方について、最終話の1話前、娘の彼氏が極悪な半グレでなかったパターンが描かれていて胸が苦しくなりました。その世界の彼氏はヤバいやつかと思わせていいやつだったあの男。そして最終話、タイトルはマイホームヒーロー。娘の麗華によって鉄夫が逮捕された後の話はかなりあっさりに感じました。結局どのくらいの罪に問われたかも謎のまま。ただ大人になった息子のアキラが世間の声は関係なく父を好きだと、アキラに好意を寄せる女性に促される形で泣きながら口にします。そしてそれを彼女は受け止めるでしょう。自らを犠牲にして家族を守った父の分も息子のアキラは幸せになれるといいですよね。
心からそう思いました。ちなみに単行本では扉絵がラストカットに来ています。子供と手をつなぐ親の姿、ナイスな構成です。が、単行本のみの追加エピソードなどはなかったです。スピンオフや後日談漫画、熱望です。名作をありがとうございました。チャンネル登録と通知設定よろしくです。マンガマンでした。